皆さんこんにちは。ジャベリン役の山根のぞみです。この動画は漫画アズールレーン美足前進を執筆されている堀先生の作業をみんなで覗いてみようというコーナーです。今回は2020年9月14日に公開されたフルカラー漫画3周年記念編のできるまでをお届けいたします。それでは早速行ってみましょう。タイトルは美足前進ですが、動画はどう見ても前足前進ですね。まず堀先生とアズールレーンの運営さんで相談して決めた漫画の設計図となるネームをもとに下書きをしていきます。私、漫画を描いている風景というのを今までじっくり見たことはないので、今回この動画で初めて見るんですけれども、本当に全速前進ですよね。いつも書いているペースよりもおそらく早くしているとは思うんですけれども、それでもこう迷いがないので、堀先生の中ではある程度こういう感じっていうイメージがされた状態で今みんなの絵が出来上がっていってるのかなって思いました。2コマ目のジャベリンから今は綾波の、これは下書きですね。左上に細かい衣装の全体図の綾波がいて、そこから次はラフィーも同じように全体図を見ながら衣装も細かくして、今手を広げたラフィーのポーズが変わりましたね。なんかこう全体の出来上がっている図を見ながら可愛くなるように微調整されてる気がしますね。今新見も終わりまして、ある程度4人の全体像ができてますね。今3コマ目のちょっとこうデフォルメされたジャベリンに移りました。奥にいるのがまんじゅう、まんじゅう監督になってますよね。実際どんな感じになるのか、お、今下書きをもとにここからは実際の漫画で使うペン入れをしていきます。ジャベリンは、これは魔法ですかね、ステッキを持ってて羽もついてて、で今ジャベリンの全体図っていうのが線画ではっきりして、次は綾波に線が入っていってますね。耳もクローバーのこうマークがついてて、こう細かいところまですっごく可愛くなってますね。綾波はパンツスタイルですね。で次がラフィー。ラフィーもいつもの耳にツインテールでリボンがついてるのがとっても可愛いですね。人形を持ってるのはウサギなのはラフィーだからですかね。次はニーミの線画になってます。ニーミはニーミらしくこうスカートを押さえてるのがすごいこうフェチな感じですね。可愛い。今ようやく線画と着彩を一緒に進めるところになってます。今まで私イラストを描いたことはあるんですけれども、最近は描かないんですが、でもあくまで描いて色を塗ったとしても、色鉛筆とか水彩色鉛筆とかアナログのものでしか着彩をしたことがないので、今こうして堀先生がデジタルで色をつけていっているのを見ると、こうなんでこういう感じなのかってわからないのがあるんですけど、このバッグが緑色なのは色の塗ってないところがわかるように、わかりやすくするためにされてるんですかね。今ラフィーの衣装は黄色の衣装で、次は1コマ目のまた線画、今線画と着彩を一緒に進めてるので、今度一旦1枚目1コマ目と、あ
とは3コマ目のデフォルメのシーンも細かく入ってますね。あ、でもこんなちっちゃいのにすごく細かいハートの柄、新見もスペードの柄とかがすごく細かく描かれてて、今ジャベリンのトレードマークのポニーテールと髪の毛の色も塗られて、だんだんこうはっきりとこういう色になるんだなっていうのが分かってきますね。ジャベリンはハートがモチーフですね。ピンク色だ、かわいいな。今同じくデフォルメされているジャベリンの衣装の方にも進んで、この同じ色になるところは同じタイミングで色の差が出ないように一緒に塗られてるんですね、きっと。今また綾波が手を挙げたポーズで、色が綾波は緑色ですね。モチーフはクローバーになってるので緑色にされたんですかね、きっと。あー、でも可愛い。やっぱりもう見てて可愛いっていうのがこの段階でもすぐわかりますよね。すごい、色をこうやってそれぞれのキャラクターごとに決めていくのってとても大変だと思うんですけど、そのバランスもすごい絶妙なところをついてくるので、なんかこう、あ、これしかないよな、この色みたいなのを思ってしまいますね。今新見の色が、紫色の衣装になってて、新見はスペードのモチーフですね。なんかハートとクローバーとで、ラフィがだからダイヤになるんですよね、きっと。よくちょっと見れて、早すぎて目で追い切れないのが辛いけど、あ、で、今綾波の色が緑から青に変わりました。これどうやら最終的に4人の色を見て、バランスを見て色を変更されたそうです。参考にしたのは日曜日の朝にやってる某変身ヒロインアニメだとかあ、なんかそう思うとちょっとこの1枚の絵だけでもっと動いてる姿4人を見たくなっちゃいますね。あ、今目に映りましたね。あ、目ができてくるとなんかこう、そのキャラクターに魂がこう込められたっていう感じが一層こう伝わってきますね。こう全面的にこう画面からこうジャベリンはジャベリンだよっていうのがすごい伝わってきます。他のキャラクターもそれぞれのキャラクター感っていうのがすごい出てきて、であとは今影なんかも入ってきてるので、よりこうキャラクターに立体感が出てきてますね。こう細かいところまで、こう私イラスト描いた時に影の入れ方って全くこうわからないんですよね。こう迷いなく入れられてるのも見ると、これももう経験ですかね。すごい、髪の毛にもハイライトが入ってキラキラした感じが出てきてますね。あー、かわいい。で、今おそらくこう細かい微調整をされてるので、すごく繊細な作業で、ここから背景が入ってきます。背景一気に出てきましたね。いつの間に出来上がってたんだろう。あとは吹き出しのコマとかも細かく変えたりだとか、え、これはなんかすごい技術ですか。これはすごい、やっぱデジタルすごいですね。こうアナログだとこんな感じをこう仕上げるのにもっと時間がかかるけど、これはデジタルのならではっていう感じがしますね。で、細かいところまで今調整されていて、最後の仕上げに今入ってます。うわー、細かすぎて、これは線をきれいにしてるんですかね。もう詳しく堀先生に説明してもらいたい、それを聞きたいって思っちゃいます。今全体的なものの調整がようやく終わって、これ、あ、完成しました。うおー、ついに完成です。この後セリフを入れる作業を編集さんが行い、
いつも私たちが拝見している微速前進が公開となります。いやー、すごかったですね。短い中に詰まりすぎてて、ちょっともう一回見ないと細部がわからないので、私もう一回見たいで見ます。キャラクターも生き生きしてて、もうなんかあの一枚だけにこう込められたこう熱量みたいなのが一気にこうずしんと今ようやく時間差で届きました。皆さん、さていかがでしたでしょうか。漫画微速前進ができるまでしっかりお楽しみいただけましたでしょうか。堀先生、ありがとうございました。ということで、以上、山根のぞみでした。